千葉県銚子市犬吠埼のライブ映像ですが、でここら辺すごく綺麗じゃないですか。この光の当たり方もすごく綺麗です。まあ、もちろん快晴のところから出てくる初日の出も綺麗なんですけれど、ちょっとこうねじらされていたりですとか、雲があって、そして日に照らされている、こういったところもまた綺麗ですね。あ、幕張の来ましたということで、調子よりも早くお天気カメラで捉えることができました。2022年の初日の出となります。それでは皆さん、ちょっと手をね合わせていきたいと思います。皆さん の幸せを願ってパンパンということでいきましょう。ということで皆さん、2022年もより良い幸せが皆さんに訪れますように。さあ、ということで先にお天気カメラの千葉市幕張の方が捉えることができました。2022年の初日の出となります。皆さんのところにいいことが訪れるといいですよね。幸せと健康を願ってということで手を合わせていきました。いや、こっちの方が早かったかあの完全に私たちの中では調子の方がね、もちろん先に出てくるということを見込んでいたんですけれど、ちょっとね雲のこの駆け引きというところがやはりありました。まあ、ただね お天気カメラからということもありますので、こう上の高いところから見ていますので、若干ねこう地上よりかは早く見られます。なのでちょっと早く出てきましたが、まあでもね、こうして皆さんと一緒に初日の出を拝むことができてとても幸せですね。まあ、全く見えないということがなくてすごくほっと一安心しているところなんですけれど、まあ、この後今雲から抜けてきたので、しっかりとねこの後は顔をこの後も出してくれそうです。調子どう？もうさすがに出てきた？調子どう？調子の調子がちょっと